お前ら本当に次はもうちょっと頑張ってかもしんないけど、終わりなんかないかもしんないけど、本当最後今日で終わりだから、もう全部出そうぜ。本当の本当の暴れまくろうぜ。本当に皆さんね、マジで、本当もう何が言いたいのか分かりません。新宿駅、久々にちょっとマジでやります。しっかり行ってな。はい、これより様。新宿です。
だけで出会おうぜ。オッケー、お前ら那須といえば稲沢淳二じゃん。お化けだ、お化け。もう一回死んだということ。稲沢淳二じゃん。稲沢淳二やるか。やるか。いやだな、怖いな、これが。これはなんか、あれ誰かをやってくれるって言ってなかったっけ。つまげー、やだな、つまげー、やめるか。最後にちょっとやめる前に稲沢淳二の特命がいた。俺は今千葉金って言ったお客さんのことを一生許さない、うん、怖いよ、怖いよって言っとけ、言っとけ。やだな、怖いな。なんで今からやるって言ったのに率先してお前らやってくれよ、そのまま。思い残すことがないようにさ、1ステージステージさ、そんなことは元から思い残してねえ。思い残してねえ元から。ステージで稲川淳二より死ぬよね。もさ、あのやっぱアートライブしてないもん な東京ではしてないもんね、確かにな。そうだから千葉にあれ今年で最後だよ。あ、じゃあ今年はねえ、このタイミングで今年はねえか。まあまあ今年な、まあね、なんかやめんな。なんかやっぱはなんか配信でもね、なんかやりたいね、イカの配信とかね。追い詰めるっていや別に、いや別にね、やっぱね、思い出もね、イカの配信。まあ別に千葉ゲストは別に配信のことに限ってはさ、インターネットのさ、ニコ生でもツイキャスでもさ、別にこいつね、仲悪いわけじゃない、仲悪くなったわけじゃない。そうそうそう、別にこいつが死んでなければ別にね、俺もなんか何回も配信で LINE ブロックするわけじゃないから。でも千葉県は絶対俺に LINE しねえし、こいつ絶対俺にしないから。小野くんとか美佐子さんにしてくれたら別にね、また来てもいいし。いやでもね、しないと思うんだよね、俺に。え、お前にも、俺にも多分本当に信頼されてないから、俺と同じよ。多分ね、俺も多分ね、しづらいと思うからしない。で、なんで LINE してこねえんだよって。するしない手で話を進める。するだから、どう最近困ってきた。よう、あ、それはしないよ。あ、そう、それはしない。何ならする。あ、どうだ、ね、どう免疫ライン、免疫ライン。明けましておめでとう。まあ、とりあえず千葉県って、本当にね、成仏しまうからさ、本当にこっちはちょっとね、その成仏っていうことでね、今でもここでも成仏さっしまおうぜ、みんなで。なあ、俺たちの気合いで、なあ、次の曲で千葉県ちょっと成仏さっしまおう、このままね、いきなりこれファーストステージなのかもしれないな、こいつ。上にあーって言っちゃうから。かかってこいやー。怖いな。
な、僕は幽霊になるんだ。俺は幽霊になるんだ。俺は幽霊になるんだ。俺は幽霊なのか。俺は幽霊なのか。バカだろ。バカだろ。生きてるだろ。死ぬのは明日だ。
よ。なんだっていいけど、ここにあることが全てだよ。時間あったの結構早かった。プログラムより初めてびっくりしてなかったから。黙ってるっしょ。黙ってるから全然曲あのセットリストで全然だからもうこれで終わったんだよ。何やろかな。まあいいや、お前らから聞かねえわ。なんかないかね。
ない不安すぎろすぎる
最高最高、みんな本当アート。いやもう本当ね、ちょっとこっちかじゃあこっち行こうかな。美佐子さん、あのじゃあ倒れないようにね、じゃあここら辺を歌いにしようかな。島木はちょっとあのデブだから、ちょっと俺ここ、こっち側に飛ぶから、あとは倒れんだよお前は本当に。あとあのレイプすんだよ。じゃあ行けよ。皆さん本当にね、アートはワッショイすんな。みこしはないんだや、みこしはないんやね、みこしとちゃうんや、みこしはないんやね。謙虚ないよ。大事なさ、本当に後ろの方もありがとうございます。ちょっといろんな今後新鮮かわちゃんライブ、まあ、NG メスだけじゃなくてもいろいろ考えて、あの進化させていけたらね、進化する、退化するかもしれないけど、まあるよ。まあとりあえず変化ってつけていきたいんで、皆さん応援ついてこい、ついてこい。新生かまつさんはいつまでも不滅じゃねえ。谷あり谷あり、山あり谷ありだわ。ああ、さん映せないね、まこさん、まこさん映せないね、いやいやいや、まこさん、まこさん映せないね、いやいや、僕は良かったね、いや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 、おつ、あらざっさ、よっしゃー、いやいや、すごいな、いや、これを、まあ、とりあえず今、東京終わりました。大阪もちょっとお楽しみにね、うん、瀬戸里のまあ曲とかも違うし、うん、いやいやいや、パンツ開いて、いやパンツ本当レイプされたよ俺は完全に、うん、今これチンコ映ってないけどさ、これさひどギリギリじゃね、これ最高だってお大事に。これなんか最近すげえなんか破るやついる、みこしやなんやでってだ、ね、いやもうちょっとね、千葉木もくたばってますね。いやーけどさすが使いましたね、セクシーはボロボロめちゃ、いやーレイプを、いやーとりあえずね、レイプは俺がしたんじゃねえよ。ポカリのされてたんだよ、完全に逃げられてたもんね、京都ミューズボクサータイプにしないと。あ、確かにそういう手はあるね、それでも破かれるんだね、死んでる。いや皆さんもはいちゃんとできてよかったね。いや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 、とりあえずね、もうね、やっぱね、NG フェス、やっぱいっぱい曲ね、できて、ね、やっぱね、まあいろんな1部、2部、3部であって、これやっぱほんと全国でできたら一番やっぱな、いいよね、これで、いろんな曲聴けるし、なあ、めっちゃ楽しかった。見れて行ってみたい。瀬戸里神だった。いや、まあ全然別に、まだ大阪あるし、全国でやってよね、ほんとに。いや、これはね、いいよ、ほんとに。いい、NG ツアーね、やりたいよね。ちょっと俺もちょっとシャワー浴びたいんだけど、いっぱい泣きました。すっげえよかった。ありがとうございます。いや、皆さん配信もね、ありがとうね。配信で見てくれた方々も。いや、途中でほんとにナチュラルハイになったわ。ナチュラルハイになったわ。ナチュラルハイになりました。すごかったぞ、ありがとうございます。声もすごく出てました。あー声もね、まあまあけどちょっとね、もうちょっと仲間を探したいとか、まあ新宿駅はまだ出たかなみたいな、そのアンコールの割には出たぐらい。要は良いライブや、ありがとうございます。仙台やりきや感動初めて見ました、ありがとうございます。はい、感動流れ、いやいや何曲やった、いやなんかね合計で36曲とからしい、なんか4、まあ大体40曲ぐらい。うん。配信してくれて幸せです。33歳。あ、33歳ね。だから最後時間余ったからさ、そう、33歳と23歳流れね。あれもなんかアドリブ本当に。なんかそれも良かったよね。なんかね。
なんかいろいろ良かったね、今日ね。またね、マジックがなんか生まれたね。はい、マジックがなんか生まれた。うん、33歳最後は。いや、ちょっと俺もちょっとさすがにあのシャワーつかなんか、なんか飲んだりしたいんで、ちょっとあのね、モノ君にちょっとね目行きますか。モノ君全然疲れてないんだよね、やっぱりね。俺ね、多分スクワットの方がいいじゃないか。お前ほんと、お前一番疲れてないよね。スクワットいや、俺頑張ってた。頑張った。体力ついたじゃん、多分。あ、そういうことか。多分そうだよ。俺だって今日すげえけど、モノ君いつも余裕そうだからね。いや、でも汗、そう、汗かい。でもまあ、わかんない。代謝悪い？代謝悪い。代謝良くないね。あ、そうなの。いやー、筋トレしてんの。モノくんはけど、なんかスクワットしてるって。酒飲まないだけでもパフォーマンスが上がる。そういう、俺とモノくん酒飲まなくなったら、もっと 2、3倍ね、もっとすごくなるんじゃない？そしたら。今飲んでみたいな。おかしいじゃん。ね、今飲んでないの。うん。いや、汗かいてもとか、いや、ライブ後は。ちょっと、じゃあ、誰かパスしていいですか。また楽屋にね、ちょっとまた後で。まあこれもいい、ちょっといつまで配信できるかわかんないけど、片付けとか。とりあえず、はい、シャワー浴びてきて。でもシャワー俺も浴びてんな。順番で浴びれたら嬉しいな。でも着替えねえや。着替えねえよ。持ってくんの忘れたよ。え、でもあれはさ、次のとかじゃないのかな。着てきたやつ。これ、そうだ、今着てる服はあれだ、もらったんだ。そうだ。いやおかしい、物販で買ってこい。今日俺 T シャツ分は働いたっしょ。T シャツぐらい分は働いたっしょ、俺。どう考えてもねえ、小野くん爽やかねえ、物販で T シャツの働い、今から手売りでしょって勘弁して。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、かっこよかったよ。かっこよかった。いや、はい、帰ってきた。現実に元通り。はい、これが現実です。はい、夢から覚めました。わからん、今何時なんていうか。今は9時半か。俺すげえよかった。初めて褒められました。イエーイ。ありがとうございました。俺的にどうだった？俺的にそれは俺がいいよ。ベストでしょ、ベストでしょ。いやいやいや、トンネルやったのいなかった。トンネルやりました。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。こういう時ね、一緒に挨拶できないという配信の悲しみ。いただきます。まあいいや、ありがとうございましたっていう感じで、ね、多分あれ10時20分ぐらい。ああ、なるほどね。そんぐらいか。死亡はお疲れ様でした。鼻くそついてる？え？あ、ちょっと読む。やばいやばい。ここ、うん、あ、ごめん。汚ね、汚ね、汚ね。嘘でしょ？ずっと？いや、ずっとじゃないでしょ。ごめんごめん。すいません。ごめんなさい。こういうのはちょっとエチケットなってないわ。すいません。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。あとはやっぱグッズだ。グッズがちょっと楽しみだね。売れ行きが。結果発表。人気投票でしょ。あんたあれだよ、随分自信持ってるけど分かんないよ。いや、俺はほら脱退ブーストがあるから。やっぱり分かんないよ。脱退ブーストがあるから、ね、それはそれ、これはこれかもしれない。関係ないかもしれない。そんな脱退、ほら、でも逆に脱退ブーストって売り切れなかったらとんでもなく地獄に落ちる。それはもうすでにもう、じゃああれだ、もう破壊んだ。その時は血まぎはもう本当にもう最初からもううつうつに、その時もう今日やめるわ。じゃあ今日限りもう結果出たの。出てない出てない。いや、ただスタッフさんに言ったら、聞いたらまあ教えてくれたよね、うん、そう、ま、選挙どうですかって俺言ったら、モノ君がそれ言うのとか言って言ってもうなんかもう答えが出始めてて怖いんだけどね、うん、個人販売して、個人通販
欲しいっすよ、なんて言ったらいいのかね。俺の自分のこのノコデザインのモノ T シャツ俺が売れへんか、手売りでこれ僕です、新生かまってちゃんのノコさんがデザインしてくれた僕です、買ってくださいっつってみなこさん売り切れたかな、みなこさんも余裕ぶっこいてる、どうせ私のやつはもう売り切れでしょ。はいはい、ノコさんも気に入ってるから、ノコさんと揃いたいっていう人もいるじゃないですか。ああなるほど、相乗効果。そう、相乗効果だね。通販はちょっとまだわかんないね、ごめん。あのノコもなんか配信中にめっちゃ言われたんだけどって言って、あの君たちがね通販してほしいっていうのはね、あの重々に感じてるんだけど、あのなんかいろいろ大変なんだって、この通販のこのサイトの準備みたいな、なんかねヤフオクみたいにはいはいはいパッパッパーってはいあの落札するとかそういうのわけにはいかないんだってさ、やっぱりあの超軽量をしたからタイミングもあるっつってて、ああはい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 、そうそうそうですね、ごめんなさい本当に、うん、GT シャツ手売りしてこいよ売れてないのかな、わかんない、どうなんですかね、俺が行ったら売れるかな、でも今日三田子さん来てたからちょっとこう三田子さん来てるなら買おうかなとかいう人も出てたんじゃないかな。ナップサックどうだった、ナップサックはわからん、泣きます。地方民のためにね、そうだよね。すごい可愛いと思う。いけないっていう人もいますからね。袖切んないで来たら可愛いって。ノコさんのお尻が見えるだけ。お尻が。可愛い。いい預け方してるよな。ちょっと乳首映したら。大丈夫、映してない、映してない。大丈夫大丈夫。乳首は絶対に映んない角度だから。そうなるともうこの時点でかなりギリギリだからバンバン。お尻しか見えてないよ。映したら多分バンバン。マッサージ。みさこさん、すげえな、芸術だな大丈夫、あのこれ私しか映ってないから今、みさこの、みさち、みさこさんもお疲れさん、かっこよかった、ありがとう、みーちゃん、わーい笑顔に癒されてる、やばい、みさこさん何身につけてても可愛い、そんなことない、私チビだしね、あのチビだし、尻がないからね、結構ね、自分に似合うね、あの服少ないです、いろいろ着こなしてが、これはみんな着やすいよ、最高だった、あ、ライジングさん楽しみ、イエーイ、ライジングさんもあるからね、もういや、多分ノコだけだと思う、ノコさんと千葉銀ってなったら2人で入ってること、そう、そういうことですね、いや、いろいろとやばいそんななんか、ね、急な BL、 せめて年末にやれよっていう、ね、ブラスロってジャーンがかっこよかった、美佐子さんメイクだけないですごい、ちなみにあの今日のためにマツエクしたよね、あいつが先入ったもしかしてシャワー、なんかさ、もうマツエクがないと、いないそのまま飲むよ、全部落ちるから二人でしょ、取られた、取られた先、仲良しだな、入るしかない、ふざけんなやつ取られた、先取られた、シャワーシャワーずっと言ってたのね、我先にと、お子さんは千葉木にシャワー取られたらしい、鍵閉まってたのってここは抜かれないよね、うん、彼のさて、あ、ちなみに今日あれライブ来た人、あ、リスナーでライブ来た人、あ、見て今日ライブ来てくれた人とかいるのかなって、まあそうそう、見て見てるリスナーさん、はいはい、いるね、手挙げてる人いるの、今日俺僕があのだからあの配信でも言った通り、なんだっけ、ライブが始まる前の、だから SE を放課後図書室にして、その前は俺だからそプレイリスト作って流してたやつ、なガール2とか なんか流れたっしょ、あと俺の没曲、うん、没曲大阪も、うん、流そうと思ってる、うん、俺の没曲多分みんな聞いたことない曲あったっしょ、うん、なんかそう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 
最高、何かイケメンプレイリスト最高、うん、普通に聖域のやつ、まあニコニコチャンネルのやつもガール2とか流したけど普通にいた、そこにも上がってない。え、何曲ぐらいだった？いや、なんか10曲ぐらい。へえ。没曲、そう、没曲もむか、なんかけ、そうそうそう、別にメンバーも多分知んない、うん、知らん。没曲めっちゃ良かったわかんないけど、そう、没曲とか、そう、だからみんななんか20分間地蔵になってるから暇させないように。なるほど、いいやつだね、うん、でもあとはSE も放課後図書室って結構良かったよね、あれ。あ、ゴメス君、あ、ゴメス君来たの。あ、マジか、聞きたかった。いや、大阪でも流すよ。うん、まあまあ、けどまあ、わかんない、うん、喉枯れてる、優しい。ゴメス君来てんのか。あー、ちょっと俺シャワー浴びた、本当に。けど放課後の図書室よかったな、あの今日の始まり方ね。うん、やっぱ放課後図書室でもいいかな。うん、違法録音するしか。うん、いや、悪魔は没にしてないよ。悪魔は没曲にしてない。うん、なんかみんな聞いたこと、昔さ、俺さ2014年とかニコ生でさ、あのさ、覚えてる人っているのかな。なんか5年前とかにニコ生で俺がアカペラで僕は強盗殺人をしてしまった月曜日のなたてって覚えてる人いる？あれ今日流した、あれボツにした。あれ覚えてるやつっているのかな。いや、昨日弾かさ、いや、もう5年前ニコ生とかで俺なんかアカペラで、懐かしい、覚えてる人いる？強盗殺人の歌、そうそう、あれ実は音源ちゃんと作ってたの。変わろうか。あ、そう、僕は強盗、そう、あれ覚えてたから。あ、わか、あ、覚えてる人やっぱいた。うん、そうそう、多分2014年ぐらいニコ生で俺がアカペラで歌ったやつ、音源は作ってたんだよ。そう、僕は強盗殺人をって、そうそう、それを今日だから。でもまあまあ聞きたい。いや、一応それボツにしたんだけど、まあわかんない、まあまあいつか、まあニコニコチャンネルとかそういうのにもあげてもいいよ、うん、別にボツだし。今日楽しかった、ありがとうございます。ちょっとゴメス君、ちょっとこのタイミングで、はい、あのゴメス君と魔女狩りちょっとね、いいよ。今日ありがとう、昨日マジで。今日ね、マジでよかった。マジでよかった。本当によかった。今日見れてよかった。うちの、うちのね、第二のメンバーで、新生活第二のメンバーで。サポートで。ゴメス君です。ゴメス君とだから僕で、魔女狩りっていうさ、コラボしたじゃん。あれめっちゃ、ね、あれだからあれもうちの、うちでもさ、大好評でした。やっぱあれ結構かっこいいよな。嬉しい。いや、あれはかっこいいって。あれかっこいいよね、魔女狩り。まあ、うん、対バンしたいのか。いや、対バンしたいよね、対バンとかしてね、一緒に ね今一緒にってか、いや、俺は別にさ、いや、参加したくないけどさいや、俺はいいよ、俺はいい。ゴメスからちゃんと一人でラップした方がいい。あれはやるほど、 OK です。うん、そう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 、対バンは対バンでしていいんだけど、あれは俺が参加するやつじゃないな。対バンの時は、ね、絶対マッスルやります。そうそう、まあセカーフェスがなかったからね、今年ね。セカーフェスあればさ、そこでブチブチバチやったんですけど、ね、そう、ぶちかましたかったんだけどね。魔女狩りかっこいい、ゴメス君かっこいいいや、ゴメス君もね、ちょっとね、まあまあ、ゴメス君も今事務所だから入ってないでしょ。ないですね。だからゴメス君もね、ちょっとね、みんなね、ちょっと こいつは本当にね、もっと評価され、まあ新生かまってちゃんもお前らもっとね、評価されべきというかもしれないけど、こいつは、まあ、新生かまってちゃんよりも、まあ、広まってない位置にいるから、もっともっとさ、やっぱさ、広まった方がいいからさ。ありがとうございます。そう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 、ゴメス君のね、LINE の聞いてます。あ、だからね、パーフェクトミュージックには来年の世界スカウト、パーフェクトミュージックに入るか、あ、わかんないけど、パーフェクトミュージックでもまあわかんないけど、別にじゃあ、どうなんすか。いや、はい、わかんない、それは入るんじゃないの事務所募集中。そうですね。あ、探してます。ゴメス君応援してるよ。いや、ゴメス君ありがとうございます、才能あるから、やっぱ本当にマジで。いや、今日も俺の話なんか知る場合じゃない、本当に。え、なんて、なんて、本当によかった今日。いやいや、ありがとう、ありがとう。もう何曲やったんすか、いやいや、今日。あって今日ね、なんか40曲ぐらいあったねえ、うん、アンコール含めたから余計テル聞いてるよと。ありがとうございます、うん、マジで入ってるやつね。生まれたくない。いや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 、
いやちょっと俺ごめんね、俺さシャワールームにずっとさ入りたくてさ、入りましょう。そう、他のメンバーがいねえ、キングしかいないってさちょっと待って、あいつさちょっとごめん、まだいる、ごめんすけ、いますよ、ごめんすけ、まだいる、いるいる。ちょっとミサコさんパスしていい俺ちょっと本当にさ今さチンコ出てる、風邪ひいちゃって、風邪ひいちゃって、ちょっとごめんね、みんなどこ行った、シャワールームよいしょ、はいはい、ミサコは椅子に座るよ、私はよっこいしょ、よぼよ、なんか落ち着くからよっこいしょ、あ、ゴメス君と私とで配信するの、それはゴメス君にはゆっくりしててもらっておりますあ、癒されるか、ミサコさんとみんなエクステッドの、そう、あれ第1回富士山登った時にさ、あれもう1グラムでも私の体を軽くしたくて1回撮ったんだけど、どうせまた1ヶ月後に登るんだよなって思ったら、その間はね、その間はあれですよ、その間はいいかなと思って、これ今ね無言でモノ君からもらったやつ、モノ君いないんだけど、モノ君からもらって体を拭いてます。だいぶ髪伸びたね、伸びた、かまってちゃんの最初の足ぐらい伸びたんじゃない、のこさん家で撮ってたやつ。みさこさん体力すごいね、いや全然ね、すごくないよ、全然すごくないっていうのもあれだけど、富士山登るよ、また一回富士山ってすぐ、あ、そう、そっちか、ライブの中のあれだよ、あれはあれだったよ、もう足も手も上がんなかったよ、また登るよ、全速度、全速はね、なんか季節の変わり目とか調子悪いよね。配信楽しみ、富士山お疲れ様、体調気をつけてね。いやね、次ね、うちら登るかもしんないところがね、行ってる、かまってちゃんでも前回登って、最近登った吉田ルート、吉田ルートの2倍ぐらい距離があるかもしんないところから登るかもしんなくて震えるよね、震えるよ、私はおてんばそう、おてんば、みさこさん腹筋バキバキになるね、体力すごい、富士山からの景色シェアありがたい、ごちそうさまで、めちゃめちゃ綺麗な景色のやついっぱい撮れたんだよ、そう、長袖をカットして、そう、これじゃないともう、ドラム叩いてる時にね、もう完全に本当にここまでね、なんか袖がこうなってきて、で、こうなってきて、ここにね、もう伝わらない、すごく綺麗だったよ、写真見せてくれてありがとう。一人称私は似合う、体力分けてくれ、そう、長袖だとね、あれなんですよ、スティックが入ってっちゃうの、その中にふわーって、長袖の半分くらいまで分かる、切りっぱなし、切りっぱなし、でもさ、そう、可愛いでしょ、スティックだけも、今スカートインしてたけど、ちょっと汗で透けてるけど、こういう感じでね、ワンピース風になったりなってて可愛いよ、丈が可愛い、ちょっと一回こうして、あ、これみんな落ちちゃうの、どうにか、おさまさん、はい、なんか呼ばれてるよ、はい、カレーがなくてご飯だけが届きました、ご飯だけが届いた、美佐子のためにご飯を届けてくださった、ありがとうございます、ありがとうございます、お疲れ様でした。あー疲れたー。あー今日最高すぎた。あ、飯だっけ、わからん。何の話か。先にシャワー浴びた。で、どうせシャワー渋滞すると思ったからさ。ね。フットワーク軽い人が先に浴びちゃった方が渋滞しないでしょ。ね。やっぱりチーズご飯もらった、夜空の時銀かっこよすぎた、やったザザザ、最高でした、楽しいライブ、最高、最高、ベースブイブイ言わせてよって、応援してよって、えめちゃめちゃ最高、さすが、今日すべて良すぎた、そうだろ、いやいやいや、ちょっと待って
ちょっと待ってちょっと待ってお兄さん、大阪もいい大阪もいいね。ちょっと俺今日 MC で言おうとしてさ、言う暇なくてさ、ちょっとあの 言わなかったことがあるんだけどさね、あの今日まあちょっとまあネタバレ、ちょっとネタバレにつながるかもしれないけどね、まあ、2部はほら、まあ、ちょっと今日皆さん見てもらった通り、もう結構世界観重視の瀬戸になるわけですよ。そう、本当に大阪もいいの、そうなんです、そうなんです。2部はちょっと世界観重視で、まあ、ノー MC っていう、まあこうね、テーマでやるんで、まあ、ちょっと大阪もそんなにそんなには曲目は変わんない、変わんないんだけど、もう1部と2部はね、多分今日と3曲くらいしか被りないと思う、全部で。1部と3部、1部と3部合わせて3曲くらいしか被りないと思う。もうね、今日聴けなかったなっていう曲がもうほとんどの確率で大阪で聴けてしまうというね。ね、ほらほら、大阪来たくなってきたでしょ、ほらね。だからツイートしたでしょ、なんかに大阪と東京で2枚組のベストアルバムみたいにしたって、したんですよ、したんです。今日のも聞きたい、うるせえまあね、かといってわしにとかまちゃん曲がものすごい多いんで、今日やんなかったから大阪で確実に聴けるっていう話ではないんですけど、今日やんなかって大阪でやってさらに余っちゃった曲たちが、まあ、まだまだございますんで、そうまだまだございますんで、あれもこれも聴ける可能性は高いんじゃないかなっていう、そうそうそう、そういうことですよ。一瞬来れたりする、モナ君に帰れたりする、え、内巻き、はい、重い、重い腰が、なんだこの体勢、なんでこんな体勢でやってんだ、おかしいだろこれ、やりづら携帯持った方がやりやすいぞこれ、うん、どう考えてもやりづらいぞこれスクワットしてるよ、スクワットがやっぱり一番いいらしいからね、運動で、運動で一番いいらしいぜ。モナ君小顔になったね、それは気のせいだな。うん、ちょっと眠そう、そう疲れがね徐々に見えてきた、うん、タイカレー食ってないよ、うん、何回スクワットやってんの、ね1分間やって1分休憩して1分やって1分休憩してっていうのをもう限界ギリギリまでやってる、だから大体30分ぐらいの1分刻みでやってる、うん、そうそうそう、それをやってしんどかったらやめてる、すげえかな、そんなやれてないよ、でも言うてももうそれを一応毎日ね、一応やったって、もうさあれだよ、もう富士山が待ってんだよ、それで富士山大丈夫かって、だから富士山のためにやってんだって、うん、休憩長くね1分休憩長くないでしょ、嘘だよ、嘘、うん、1分やって1分休憩って長くないでしょ、休憩嘘だよ、いつからやってんの、ちょいちょいやってたんだけど、あの毎日ちゃんとやるようになったのは1週間ぐらい前そう、もうだから帰いや今日帰ったらやるかな、やるか、ちょっとだけやろうかな、うん、帰ったらちょっとだけやろう、うん、無理しない程度で、エミネム流しながら、いや違う、流さない、YouTube とか見ながらやってるそう、YouTube 見ながらとか見てやってる、うん、股関節痛めないようにね、だからちゃんと柔軟体操やって、屈伸とかあれちゃんとやってるよ、うん、ちゃんと腰も痛めないように準備体操やって、そうそうそう、じわじわと、そうそう、うん、ゲームしながらでもいいし、そうそうそう、偉いのかな、わかんないけどね、何見ながらやってんの、YouTube だと最近なんだろうな、でも結構動画で動画、うん、なんかお笑いの動画とかそうそうそう、俺にしては偉い、そう、お笑いの動画とか見ながらやってる、本当にまた頑張ってる、姿勢が大事でしょ、
そう、姿勢ね、大事なんだけど、大丈夫、大丈夫。見てて、見てて、ちょっと。ね、ちょっと、いきますよ。あ、これじゃ、これじゃダメかな。こうでしょ？あ、これじゃ全体映んねえな。おかしいな。全体映すのって難しいな。いいよ。いいかな？こうでしょ？こうでしょ？こうでしょ？スクワットマジックがある前提でやってるから、骨ここちゃんとこの腰をねちゃんと反るんだよね。そう、スクワットの大事なところってこの背筋をちゃんと伸ばしてこうやってやるんだよ。そう、これが正しいスクワットそう、これが正しいスクワット。そう、そうそう、反るんだよ。そうね、そうですよね。うん、そうだね。あ、合ってます。あれ当たってると思う。あれちょっと見るとなんかちょっとなんかちげえなーとか思いつつ、僕、勝手みたいな。そうそう、腰反るの大事ですよ。そうそう。相当筋肉ないね。相当筋肉ない、ないか、ないです。はい、すいません。うん。筋肉ないかな？ないかもしんない。うん。すいません。そうそうそう。合ってるよね。そう、膝が前に出ない。そうそう。そうそう。そうそう。で、俺スクワットマジックをやったおかげで、あれをやってるから、そうそう、膝がつま先より前に出てダメで、そうそうそう、みんな詳しいな。そうそうそう、お尻を突き出す。そうそうそう、大丈夫大丈夫、俺も合ってると思うよ。合ってる合ってる。整体詐欺整体詐欺お通じゃないよ、お通何のマシンが役に立ってんだ。あ、例のマシン。そうそうそう、そう、あれ田畑式でやったらいいよ。なんか見て、おかしいな。だからアドリブ増えたの。あれかい？動き？少し前、あと内股でもだ。そうそう、広げたり広げてる。体がポカポカ、そう。そう。どこに効くの？ね、しんどい時は腹筋と太ももだ、やっぱり。うん。腹筋に意外と効くんだよね。そう。だ、腹筋ローラーやめちゃった。あ、ピアノか。アレンジ聞いてる。うん。まあ、ちょっとごまかしてるとこもあるけどね、実は。うん。ミスってるように見せない弾き方。そう。頑張ります。続けます。俺はやめきった。うん。それがプロ。うん。そう、ミスってるのをミスってないように弾くアレンジ。うん。スクワットは全身に、そうですね。弾きますね。いやー。腹筋ローラーもったいな。1000円ぐらいだからね、大丈夫。うん、8割ミスってるんだよね。そう、そんなにはミスってないでしょ。8割はないんだよ。うん、腹筋ローラー怖いもんね。8割はない。じゃあ、撤収みたいな準備するのって。そう、じゃあ終わり、うん、はい、じゃあ最後になんか、あ、最後になんか、あ、いや、ありがとうございます。じゃあまたね。いやー、シャワーもう疲れたよ。さっぱりした。お疲れ様でした。このシャワーって浴びる時間、あ、いやもう撤収。目つけ、これシャワーがさっけんない気張りの目やったよ。あ、お疲れ様、お疲れ様。またちょっと、まあ、次は大阪ね、ぶちかますから。ああ、怖い。パンツはもうボロボロです。ゆっくり休んで、ありがとうございます。いやいや、配信できてよかった、お疲れさん。またねちょっとまたね。喉はちょっとカスカスだけど、うん、いや楽しかったな。うん、パンツの曜日は、いや全然自分はお疲れ様です。大阪ね、ライブは次また大阪もね、ぶちかましますわ。いやー、やっぱいっぱい曲聴けて、なんか1曲来てた、1曲やれてよかった。いやー、とりあえずまあちょっとね、とりあえずちょっと、はい、もうフラフラですね。
あ、ちょっと、はい、はい、とりあえずね、はい、とりあえずもういい、はい、うん、歯は大丈夫、歯砕けそうだったけど、はい、とりあえずは大丈夫、大丈夫です。じゃあお疲れさまです。あとね、また配信します。はい、また配信します。いや、筋肉痛やば、はい、休んでお疲れさまです。皆さんもね、配信も見てくれてありがとうね。